全員は日々新しい試みに挑戦しながらも阿波踊り本来の伝統を守るため1年を通して練習に励んでいます。さあ、どめきの調子が変わりました。一気に勢いのある阿波踊りへと変貌を遂げます。さすい連の皆さんです。女踊りは阿那市の花ひまわりをイメージし、一人一人が花びらとなり大輪の花を咲かせて舞うように踊ります。男踊りは黒潮をイメージした豪快勇壮な三角うちわ踊り、独創的な黒ハッピー踊りも印象的です。色鮮やかなピンクのハッピー踊りも演舞場を鮮やかに彩ります。達水連に続いて踊り込んでまいりましたのはアスタ連、アスタ連の皆さんです。この演舞場によく映えます。アスタ連は国民ともにプラザで活動しているサークルや団体を中心に活動している連で、毎年8月のこの徳島市の阿波踊りを中心に参加しています。
活動しているサークル団体を中心に集まりましたアスタレン。今年のアスタレンの連員の募集はすぐに定員いっぱいになりたそうです。今年も本日の本番のために一生懸命練習をしてまいりました。続いて踊り込んでまいりました。シャラクサイ、シャラクサイの皆さん。